9月27日は、グレゴリオ歴で年始から270日目にあたり、年末まで、あと95日である。昭和天皇とマッカーサーの会見関西、本線列車脱線水没事故、横浜米ブリッジ海通御竹山噴火。58名が犠牲となった戦後最悪の火山災害、豊臣秀吉の軍師、竹中半米こと、竹中茂春誕生ブルボン朝。 第2代フランス国王、ルイ13世誕生。リシュリュー数奇鏡の摂政のもと、絶対王政の礎が築かれた江戸町奉行、大目付を務めた、道山影本誕生。名奉行として広く、講談から時代劇に登場する、博物学者、田中義男誕生。上野動物園、東京国立博物館などを創設した、 博物館の父長州藩を倒幕へと牽引した、四死、高杉晋作誕生シーパワー理論を提唱し、海軍戦略に多大な影響を与えたアメリカ海軍少将にして、軍事研究家、アルフレッド・セイヤー・マハン誕生、昭和の名優、宇野重吉誕生大リーグ歴代最高の三類一種、フィラデルフィア・フィリーズのマイク・シュミット誕生。プログラミング言語パールを開発した、 アメリカのプログラマ、ラリーオール誕生香港映画4大天皇の一人、アンディラウ誕生犠牲版と通算533本の、ギネス記録を持つ、河合正宏誕生史上初の全館制覇を成し遂げた、衝撃誌、ハブヨシハル誕生セリエ A 歴代通算得点2位の、フランチェスコトッティ誕生。2006FIFA ワールドカップ優勝メンバー元サッカー、日本代表。 おのしんじ誕生、大相撲第68代横綱、朝青龍名徳こと、ドルゴルスレンギン、ダグワドルジ誕生、カナダのシンガーソングライター、アブリル・ラビーン誕生一の谷の戦いで、平ラ・アを打ち取った、熊谷・直オ没、ネご半生を、法年の門と、法力防連生として生きた、戦国時代に在位した、ゴナ天皇法魚ローマ教皇ウルバヌス七世病没。 在位2週間足らずという歴代最も短命の、強行8代目、市川團十郎自殺、メタリカのベーシスト、クリフ・バートン交通事故死ジャーナリスト、長井健二、ヤンゴンの反政府デモを取材中、狙撃され殉職。ありがとうございます。